皆さん、お前とごきげんよう。おはようございます。はい、おはようございます。いやいや、今日はですね、ちょっと急遽動画回してるんですけど、行きたい場所があって、2年間 YouTube やっとってやっと気づいたんよ。何気づいたん？朝倉未来選手、口ひげない。いや、あった時もあるって。あ、あった。あった時もある。けど、今めちゃめちゃ、今ないやん。最初のやつここ入ってたけど、今ないよ。はいはい。で、俺ね、学生時代、ベビーフェイスすぎて、すごく若く見られたと。はいはい。で、やっぱり若い時って、大人に見られたいやん。確かに。だから、俺、育毛剤塗っとったよね。山田孝之さんとか憧れて、この辺とかめっちゃ塗っとったよ。なるほどね。マジ？じゃあ、なんか、無造作にこう、ところどころ生えてくるみたいな。はいはい。それめちゃめちゃ後悔してて、もう今ね、第一印象ってね、9割方見た目で決まるんで、まあ、いくらね、筋トレしてても、毛が生えてたらね、やっぱイメージ悪いやん。まあ、最近のね、流行り的にも。そう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 。ね、清潔感がね。そうそう。K-POP アイドル見てみ？確かに。誰も生えてない。みんな白いしね。うん。つるつる。全身。それはもう女の子に受けるよ。ああ、確かに。うん。ちょっと俺も、今日、生まれ変わってやろうかなと。行っちゃおう。お？行っちゃうよ、これ。どこまで行きますか？まあ、それは一定のお楽しみなんですけど。なるほど。まあ、聞いた話なんですけど、はい、テキサス大学のダニエル S ハマーメッシュ教授によると、見た目が悪いという理由で、まあ、生涯年収ね、4760万損してると。いい？計算が出てるんよね。やばすぎ。うん。4760万よ。そんな損してたら、なんか他いいことできるからね。確かに、ね。っていう話です。ね、俺、めちゃめちゃ肌デリケートなんよね。カミソリで、俺剃ってるよ、未だに。あ、なるほどね。肌に優しいって歌ってるんですけど、実際俺の肌には合ってないと、はい、剃るとね、すぐ生えてくるじゃないですか、あれ。はいはい。どっか遠征行った時も持ち歩かなといけないみたいな。確かに。めちゃめちゃめんどくさいんで、今日はね、めんどくさいことをね、解消してくれるとこに行こうかなと。でね、実際毎月ね、カミソリとかシェーバー、まあクリームとかね、はい、買うだけで1000円ぐらいかかるやん。電動とか買ったらもっと高いやん。高い。万とかするじゃん。高い。20歳から60歳までこれやり続けると48万ぐらいかかるよね、計算したら。ほうほうほう。高すぎでしょ。しかもこれから夏じゃないですか。はいはい。あ、それは露出多いんでね。あ、確かに。海とかもうここだけやん、隠れんの。確かに。下半身だけなんで、うん、あとはもう全部晒すわけじゃないですか。はい。もう毛深かってみ、毛深かってみ、言いにく、うん、毛深かってみ。これめちゃ砂浜の砂とか紛れ込むから。あ、確かに。すねとかに。確かに。もうそういう全部めんどくさいことをね、取っ払ってやろうかなという企画になってます。そもそも、はい、今日ちょっと俺が実践してみてちょっと良さ伝えるわ。はい。ということで、まあ実際ちょっと行ってみますか。ということでね、着きました。はい、はい、こちらですね、今日お邪魔させていただくのはメンズ脱毛専門店メンズクリアさんですね。はい。の梅田茶屋町店で施術していただこうかなと思います。はい。俺今日顔なんで、顔はまだね、まだ未開拓なんでちょっと楽しみ。じゃあ早速なんですけど、行きますか。行きますか。3階っすね。パスタさん、なんで今日そのギャルヘアなんですか。いや、たまにはちょっとこういうね、綺麗なところに行くかもしれないんで、セットしてみようかなと。まあいいんじゃない。いやいや、ちょっと見て、うん、フェイス2フェイスする時の顔になってた。いろんな人と格闘家とね、フェイス2フェイスさせてもらったんですけど、一番やばい。お願いします。開けますね。はい。クリアです。今日担当させていただける。秋田と申します。お願いします。じゃあ早速なんですけど、ちょっとお邪魔しますか。見てくださいこれ。店内めちゃめちゃ綺麗くないですか。やばいっすね。白っすね、ベースが。もうここからクリアっすもんね。それ俺めちゃめちゃ言おうとしてる。すごいな。完全個室。ああ。ですね。これがカウンセリング室みたいな感じですか。そうです。なるほど。じゃあお願いします。お願いします。カミソリ負けなどをしたことはございませんか。そうですね。基本カミソリでやるんですけど、よく違います。T 字カミソリご利用ですか。T 字ですね。ございます。お肌のバリアっていうのがサランラップ1枚分でございまして、バリアを T 字ですとビリビリビリと破ってしまうことになりますので、血が出やすかったりとか赤みが出たりとかヒリヒリしてしまう原因になってしまうんですね。なるほど。実際の話、脱毛したら変わりますよ。はい、やっぱり変わると思います。朝が楽になったですとか、血が出にくくなったですとか、たくさんのご意見いただきたいと思います。朝が楽っていうのはいいっすよね。いいっすね。毎回晩に剃るんですよ俺。
はいはい、朝やったら生えてるんで、はい、どうです僕も結局また剃らないといけないみたいな。いや、ほんまそうです。だから結局朝に回すじゃないですか、はい、で朝時間取られるとなかなか辛いね。その繰り返しなんでね。そうそう、だから脱毛するとそれがなくなるとめちゃめちゃいいじゃん。確かにね。ってなんですけど、ちょっとまあ女性なんで率直に聞きたいんですけど、男性のヒゲってどう思われます？私個人的にはあまり得意ではなくて、まばらに生えてる方とかですと、やっぱりしっかり整えられた方が素敵かなと思います。あ、なるほど。確かに確かに。俺もここは絶対生やさないといけないよ、モノマネ上。確かにね。ここはちゃんと整えてるけど、やっぱ昔の育毛祭のありがたいことが、やっぱここは整えるんですけど、確かにね、ここはやっぱない方が基本いいですよね。ご安心ください。おひげデザインで残されるお客様もいらっしゃいますので、しっかりこの部分残させていただいた状態で脱毛させていただきます。いいっすね。残してくれるみたいなね。早速なんですけど、いきますか。そうですね、はい、お願いします。じゃあちょっと施術室行きますか。はい、お願いします。お願いします。では、お手入れをしていきます。はい、ヒゲのデザイン残されたいということなので、はい、しっかりテープで髭を見ないように。なるほど。養生、養生ですか。養生。なるほど。黒いものに反応するので、そのまま当てていってしまいますと、今せっかくで残されてるデザインが燃えてしまいますので。燃えてしまうんですね。ちなみになんですけど、コンプレックスあって、はい、昔山田孝之さんに憧れて、はい、ここ塗っちゃったんですよ。ちょっと触ってもらったら分かるんですけど、ちらほらこう毛が数本入るようになったんですよ。これがめちゃめちゃ嫌なんですよ。あ、安心してください。お顔全部にお光当てさせていただきます。おー、でもおでことかもどうですかね。おでことかは眉毛とか改めてデコ毛見たことないでしょ。ただニングクリアは眉間と眉上の脱毛できますので、うん、おー、あ、それだけ技術がすごいと。首元からジェルしてる。冷たそう。左側にします。でもお顔を左側に傾けてください。あ、どっちでも大丈夫ですよ。もみ上げからいきますね。3、1。え？やりました今。今やりました。続けていきますね。はい、え？どうですか？お痛みございますか？全く痛くない。一つ言っていいですか？はい、ゼロ。え、マジで俺ちょっと構えた。今見た手、ちょっと映してもらってたよ。こうなったよ。ゼロ。え、マジ。こちらの機械がマイナス4度まで出まして、はい、なるほど。お光って熱に変わると痛みになるんですね、はいはい、冷やしつつ当てることによって痛みが少なく通っていただける。へえー、すごい。それ最新の機械でございます。素晴らしい。最高やね。時期とかその季節とかって関係あるんですかね。時期ですと今とかだとお顔とかがヒリヒリしにくい時期なので、夏にかけて今のシーズンから始められる方が多いです。なるほど。もうなるほど。夏前の紫外線が少ない時期がいいっぽいですね。そうですね。そうですね。でここ大阪の梅田じゃないですか。全国ってどれぐらいの店舗数があるんですか。全国ですと北海道から沖縄まで店舗ございまして、はい、今だと110店舗くらい、ね、110店舗。お疲れ様でした。終わった。終わりました。早っございます。新道店ガチ。全国210店舗あるということは、行きたい時に行きたい人がどこでも行けるということですね、うん、パスタさん言うとなんか怪しいな。なんでやねん。なんでやねん。基本施術時間はもうこのぐらいなんですか。いらっしゃいませからお疲れ様でしたまで20分。ガチか。あれこれすぐ行けちゃうよ。美容室行くより早いじゃん。確かに、はい、余裕で。美容室の帰りにいらっしゃる方とか。美容デーに。いやすごいな。これ僕もやってほしいな。休憩の時間でございます。フリータイム。あ、フリータイム。すごい。アッサラームアライクム。エジプトの挨拶。近っ。近いな。ないっすね。入れてみますね。慣れたら目を開けてください。あーおーもういいっすか。 お疲れ様でした。うわーすごくない。やばいやー
プロやな。どう肌ツルツル、ちょっと見て、そこの鏡で。まあいいやん、めちゃめちゃ。どう近づいた朝倉ちょっとフェイストゥフェイスしてみてください。鏡越しに。おお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 お。美穂さん美穂さんなったこれ。美穂さんなってます。これ嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日はありがとうございました。いや、めちゃめちゃツルツルになったということで、すごいな。ガチでメンバーにも通ってほしい、はいはい、で、まあこれ見てる人もみくるさん、リスペクトしてる方皆さんどうぞっていう話をね確かに今回、まあ、特別にね、概要欄にね、ある公式サイトのリンクから、飛んでもらえたら、無料カウンセリングのね、予約すると今だけヒゲを含む顔周りの全6カ所ね、脱毛トライアルが通常なんと 25,200円のところを 96% 96% パーセント、そう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 、めちゃオフラタダやん、ほぼの980円のね、税込みでやってるということで、すごいな、それあの、耳寄りよ、ヘルプこれは来るしかないっていう、来るしかないでしょ、そうそうそう。で、まあ、全身脱毛や、VIO のね、トライアルコースも税込み980円で、おぉあるので、まあ、予約フォームで、まあ、変更できますはい、ということで、ただし、概要欄のね、キャンペーン、各店舗ね、先着、30人に達したところで、キャンペーンが終わってしまうので、はい、皆さんね、お早めに来ていただきたいの。だから30人限定なんで、多分この動画見た人はすぐに予約した方がいいという。ということで、ここにあの QR コードも貼っとくんで、気になる人はもうテレビで見て、ここピッて QR コードを照らしてもらって、ね、はいはい、こちらも飛べるんでね、ぜひ皆さんお願いしますということで、初めてのまあヒゲ脱毛でね、不安な人多分いると思うんですけど、まあとりあえずね、一度試しに来てください。とりあえずカウンセリングしてみて、もうね、あの接客も20丸なので、確かに、優しくね、あのカウンセリングしてくれるんで、あの気軽に来ていいと思います。いや、いい体験できたね。いい体験できましたね。これで俺もちょっとまた近づいたんじゃないですか。いや、近づいたどころかなっとるんじゃない、もう今なってる、このやつ殴っていいかなということでね、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。力を合わせみんなで寄り添って、マスクなしの笑顔を取り戻せ。 OK 切って落とされた火蓋、言葉取り除くコロナ、 Go Say なんて言わないで、ネガティブになったって仕方がねえ。 OK 切って落とされた火蓋、言葉取り除くコロナ、 Go Say なんて言わないで、ネガティブ吹き飛ばしてこの先へ。